もやっぱりコンタクトレンズって欠かせないものなので、今日はもう本当に大変嬉しく思います。一番休職も出て、はい、あのうまくいったのは4月8日ですかね、の阪神での甲子園での始球式は集中もできましたし、キャッチャーのミットに吸い込まれるような球がいって103キロ出たので、それは嬉しかったですね。なるほど、ど真ん中で狙います。バッチリです。そうですね、2球目で見事に2枚抜きできたので、本当にコンタクトレンズのおかげだと思います。はい、もう2球目ということに 近すぎた、まあそれもありますね、近すぎて抜けちゃったり下に行っちゃったり、まあ練習不足ですね。いつ頃からつけてらっしゃるんですか？はい、私は少し早めで、中学校入学と同時に始めました。野球をやっていて、軟式から硬球に変わる時だったので、硬いボールで眼鏡が割れる恐れがあるのでコンタクトに変えましたね。いくつぐらい？相当悪いですね、もう 0.1 ないぐらいです。あ、はい、そうなんだ。そうですね、プロ野球の方では10球団させていただいて、あと残り2球団で広島カープさんと読売ジャイアンツさんが残ります。もうちょっと背中で、はい、そうですね、続くわけですね、したいですね、12球団どうにか、もう本当に空いてる日にさせていただけたらなという感じで。